はい、皆さんこんにちは。僕はですね、18の時ちょっとオーストラリアに2年ぐらいこう行ってた時期がありましてですね、それでそうすごくオーストラリアビーフとこう、携わっていて、まあ、非常にこうあのオーストラリアの大自然の草原の中でこうストレスを感じることなくこう牛が育ってるんで、非常にやっぱりこうあんまりこう、脂肪のない美味なる牛にこう接していることが、料理としては一番好きなんですけども、まあ、こう料理することよりもその原点をね見るとやっぱりこう人間って、非常にこう、まあ、作り方も気合が入ってくるんで、そういう分でオーストラリアは大好きで、もうほとんど、コロナがなる、完成する前はほとんど毎年行ってたんですけども、ここのとしばらく行ってないんで。ちょっとストレスですね、はい。ビーフオーストラリアのイベントが好きなんですかっていうことなんですけども、まあ、さっきも言ったように日本ではこうパンって体感することのできないほど本当にビッグなイベントなんで、いろんなこうオーストラリア牛に関する人たちが本当に大勢集まってて、ほんでオーストラリアの本当にこうメジャーなシェフたちもいっぱい集まってて、非常にこう大きなイベントなんですけども、そういうイベントをこうやることによって、やっぱりこう料理人たちの交流とか、そしてこう牛を飼ってる人たちの思いとか、何たって日本の何倍という広さですから、その中で本当にこう牛が幸せそうにこう牧草を食べながら育っているこう国なんで、だから本当にこうオーストラリアに行ったら、なんていうのこう自分もこうハッピーな気分になって、すごく心が気持ちが豊かになる、そういうところが大好きですね。はい、ですね、美味しいレシピがいっぱい出てるビーフオーストラリアのウェブサイトを皆さんぜひ見てください。いろんなメニューが出てます。よろしくお願いします。